はい。今回はマヤ・シビリゼーション。シビリゼーションは文明。マヤ文明がわかんない人はちょっと自分で調べといた方がいいと思いますよ。いきなり文章いきます。せーの。It is famous for having the only known fully developed written language. この人はマヤ・シビリゼーションね。で、昔に栄えていた北米もそうかもしれない。南米もそうですね。中米も。ここにあるシビリゼーションは文字を普通は持っていなかったんです。インカ帝国とかもね。ただ、マヤシビリゼーションには文字があったらしい。これが一文目。マヤ文明というのは、言ってね、有名ですよ。で、何で有名なのか、for を使うよね。例えば、茅ヶ崎 City is famous for エボシーワとか。for は、前置詞なので、後ろ必ず名詞形が入ります。動詞を名詞にするときには、そう、イングをつけたり、to をつけたりするんだったよね。ここはイング。for having the only known fully developed written language。written language で、そう、書かれた文字。まあ、written は書かれた文字っていうか、文字ですね。で、fully developed。完全に開発された、発達した、発達されたっていうのが直訳ですが。で、the only known はただ唯一知られている。だからマヤ文明というのは、唯一知られている中では最も進んだ、文字です、有名です。で、あとはもう単語がたくさん今回あります。アーキテクチャー、なんだっけ？建築？建築物ね。アーキテクトまでだと、建築家とか建築士になります。ソフィスティケイティッド、洗練された。皆さんもソフィスティケイティッドイングリッシュが話せるように頑張りましょう。はい、エラー。これは時代。だから、エドピリオドとも言うし、エドエラー。ね、江戸時代。はい、ポピュレーションで覚えてるよね。ポピュレーションは人口、人に口のね、それでいいです、別に。それから、おカー。気をつけなくてはいけないのは、原型は R が一つ、そこまでです。イングをつけたり、ED をする、つけるときに R がなぜか二つになるんです。もともとは、おカー。R が1個で事件などが起こるとか。あと、素敵なアイデアが思いつく。思いつくとか起こる。はい、region は？地域、地方だよね。はい、permanent で覚えてください。permanent で永遠の permanently だと永遠に。はい、construct もやってる。建築する、建設する。で、次、burial という形容詞で、ここには載ってるんですけれども、R の次、Y で、bury で覚えてください。すごい発音の仕方でしょ？ bury。埋める。だから、これは、まあ、お墓のことを言ってるんだね。で、内容はみんなで一緒に読みたいと思います。一週目ここまでね。じゃあ文章いくよ。せーの。あ、せーのじゃありませんでした。テストでした。じゃあそれは、ふむふむで有名だよ。ここまで言っちゃってくれる？ It is famous for。で、後ろ同名詞ですよ。唯一知られている、完全に発達した、まあ、文字、書かれた言葉で、有名で、思っていることで有名である。Excellent! For の次からもう一回せーの。Having the only known fully developed written language. 持っていることで有名だから、have が having になるんだよね。じゃあ全部一緒に行くよ。せーの。It is famous for having the only known fully developed written language.建築物。はい、architecture。洗練された。sophisticated。じゃあ時代を二つ言えるかな？
Right. ここでは era、あと period も言えるよね。はい、人口。population。じゃあ、事件などが起こる。それから、思いつく。occur。はい、地域、地方。region。永遠の。permanent。建築する、建設する。construct。はい、埋める。bury。で、まあ、受験の人はいいんだけど、そうじゃなければ、自分でちょっと読んでみてください。はい、2週目。単語からいくよ。religious。これは、宗教、宗教的なだよね。宗教という名詞は何だった?そう、religion 前回やったよね。はい、次、とっても気をつけて、これで height と読みます。E なのにね。height は、高いの high。の名詞形で高さという意味。だから、例えば、I'm afraid of height って言ったら、今日高所恐怖症ね。うん。はい、次、distance。そう、距離。from a distance って言ったら遠くからっていうことよ、これね。はい、次、wheel。なんか、電気自動車のとこでやったかな?そう、輪っかのことだよね。ハンドルかもしれないし、通常は車輪のことですね。はい、require。やってるかも。必要とする、require。はい、structure で次覚えてください。R の次に E をくっつけてね、最後ね。structure で構造。まあ、英語で言ったら構文。So, every time you learn a new structure, you have to compose a sentence using that new structure you have just learned. そういうことですよ。例文を作ってくださいね。構文を覚えたら。はい、次。fold。これは折りたたむ。だから、折りたたみ傘だったら folding umbrella。折りたたみできるテーブルだったら folding table。はい、ラスト、文章、せーの。Few of these books survived due to the tropical climate of this region and the Spanish invasion. ちなみに、あがついて、a few だったらなんだっけ?そうだよね、2、3の。で、あがなかったらどうなの?うん、ほとんどないという意味だったよね。だから、there are a few children だったら、子供が2、3人います。あがなくて、there are few children in the park。そう、公園にはほとんど子供がいません。ここも、few of these books。こんなことをした本はほとんどなかったっていうこと。で、survived。うん。生き残った本はなかった。だからの、残った本はなかった。ほとんどなかった。due to は?そうだよね。because of と一緒。何々のせいで。the tropical climate. 熱帯の気候のせいで、生き延びた本はほとんどなかった。残った本はほとんどありません。で、of this region. この地域の。マヤ文明がどこにあるかわかるかな?その地域の、まあ熱帯地方っていうのがこれでわかるよね。熱帯気候のために、それを生き延びた方がほとんどなかった。で、原因がトロピカルクライメートの他にもう一個あって、スパニッシュインベージョン。インベイドは?うん。侵入する。これはスペイン人の、侵入。進行ということです。スペイン人がやってきて、全部占拠しちゃったんだもんね。じゃあ、全部読むよ。せーの。Few of these books survived due to the tropical climate of this region and the Spanish invasion. 歴史にも強くなりたかったら、っていうかなってください。こういうのをよく読み込んで、ちょっと自分で調べてみると、知識が広まると思います。はい、テスト。まずは、宗教。はい、religion。形容詞だったら ?yes, religious. じゃあ、背が高いとか高い、high。これの名詞形は
height。 要は読めるようにね、口ではなんとなく height が height わかるけどね。はい、距離。distance。 車輪とか輪っか。 wheel。 はい、要求する。 require。 構造。 structure。 折りたたむ。fold。 折り紙を、折り紙を折るとかいうのも fold ね。はい。熱帯気、この地方の熱帯気候のせいで、またスペイン人侵攻のせいで、それを生き延びた本はほとんどなかった。Excellent. いきなりできたかな？せーの。Few of these books survived due to the tropical climate of this region and the Spanish invasion. 残念ですね。皆さんもマヤの文明、ちょっと残っている遺跡があるんだよ。行ってこられるといいと思います。それではまた明日。バイ。